回目の配信です。3回目の配信え、3回目の配信違うよ、4回目の配信だよ。4回目の配信、あと3回。カウントと2周できますね。で、8時19分になったら星集めできます。来たよ、ありがとう。ご飯食べてない。ご飯はね、今日は食べないことにした。食べないことというよりかは、食べたんだよ。サンドイッチをの一かけらを食べました。なのでちょっとお腹いっぱい、そのくらい。ここに食べかけがママの手作り。テロップテロップ、月は21時4分絶対普通に会社員とかになったら私なんか全然何もできないんだろうなと思うんですね。24分、で次はって書くの忘れた。え、本当にそう思う、マジで。なんか普通に会社とかさ、パソコンまず使えなきゃのとこ多いじゃないですか。パソコンまず使えないし、あとタイピングできない、あのから iPad のさ、そのローマ字で打つのすごい時間かかっちゃうっていうのとか。会社って何するんだろうね。普通の会社って何するんだろう。あっ、ということで、今回は研究生のみんなの一人ずつ好きなところを言っていきたいと思います。なので研究生のみんなに、研究生、あれ、あと研究生のメンバーと、じゃあ上からいきますね。私の中に入ってる上からいきますね。まず青ちゃんの好きなところは、あおちゃんは意外とっていうか本当にしっかりしてて大人でなんか公園とかでもすごい、あおちゃんがいない時もあったんですけど、いるといないとでやっぱり違うなっていうのがすごいわかるメンバーです。はい、ちかなちゃんは、ちかなちゃんは何でもすごく高みを持って引っ張っていってくれるので、なんかちかなちゃんがいなかったら研究生のみんなの熱は高くならないなって時もあるので、すごいすっごくすっごく大事なメンバーですとかっていう感じでいきますね。かえりちゃん、かえりちゃんはなんかこのビスのイベントが始まる前に、なんかもしビスのイベント南さんが出るなら応援しますって言ってくれたんですよ、すごくだいぶ前に。そうなんです、本当に性格が良くて本当に優しいです。本当におばあちゃんになっても仲良くしたいです。はい、小宮山さらさん、小宮山さらさんはそうですね、本当にマジでラブラブラブ、なんて言えばいいんだ、なんかのメールかフォトログか755かで、コメントなんだっけ、にね、なんかね書いてたのがね、
チャンスがあるものは全部やってみたいですみたいなことが書いてあって、それって誰でもできることじゃないなと思ったので、本当にサラ頑張ろう、ラブ大好き、はい、サーヤ、サーヤは本当に可愛い、あのビビるぐらい可愛いので、本当に握手会に一回行ってみたら本当わかると思うんですけど、可愛すぎて、どこを見ていいのかまずわかんない、可愛すぎてなんか恥ずかしくなっちゃう、可愛すぎて。でサーヤのね TikTok ね、あのめっちゃ可愛いんですよ。あの私の後、自己紹介のやつで言うと私の後にやるので、ちょっと見てみてください、本当に可愛い。はい、こんな感じですね。え、待って、8時19分だね、だからあと19分ですね、じゃあ大丈夫。はい、続いてソガベゆめちゃん。ゆめちゃんは本当に研究生の中でも一番って言っていいぐらい研究生のねことを本当に誰一人全員のことをね見れる、すっごい視野の広い子です。ゆめちゃんってなんか守りたくなるよね、可愛いし守りたくなる、オタクになっちゃう。はい、ゆなこもなんか、ゆめちゃんとゆなこってさ、そうなんだよね、なんか本当に守りたくなる、可愛すぎて。っていうか個人的にはゆめちゃんの笑い方も独特だけど、ゆなこの笑い方も独特で、そうなんです、ゆなこはねいろんな面を持ってる。そう、 TikTok 見た、 TikTok 見てみて、めっちゃ面白いから、本当に可愛いのに本当に面白い、そういうとこが好きです。はい、でゆうちゃん、ゆうちゃんは今回もショールームのイベント参加しているので、あとねゆうちゃんのね前お家に泊まりに来てくれたりとか、すっごい仲良しなんですよ、本当に仲良しと勝手に思ってるので、そうなんです、また泊まりに来てほしいな、そうなの。なあとはゆうちゃんのママの誕生日にゆうちゃんのママからクッキーいただいたんですよ、それがめちゃめちゃ美味しくて、本当に美味しくて、なんかすごい嬉しかった、ママからプレゼントもらったんだよ、嬉しくない？そう、その後ゆうちゃんからもプレゼントもらった、もうなんか2倍もね、私もママ誕生日だったよね、この間この次会った時誕生日プレゼント渡そう、はい、よろしくお願いします。で、ななみ、高橋じゃない、大塚ななみちゃんですね、そう、大塚ななみちゃんはもビスのイベント参加してます、なんで一緒に頑張ろうねって、そう LINE してたんだよね、それてか本当にねいつも LINE してるなんか一番LINEしてるかも。そう、あとね結構ね何でも相談をしてくれるんですよ、こんな私に、なので相談に答えられているかどうかは分からないんですけど、これからも相談してください美しい本当に。でテラヒナちゃんはですね、なんかね、うーん、なんかなんて言うんだろうね、不思議なオーラがあるなっていつも思ってるんですよね、なんか村長みたいになっちゃったけど、オーラが他の人と違う気がして、そうなんです、誰もなんかできない、誰も真似できないような、そう、踊ってる時とか歌ってる時とかすごい思うんですよね。で私の妹がすごい、テラヒナちゃんが声見に来た時にテラヒナちゃんが一番好きって言ってました、そう、ほんと可愛いよね、そうなんです、まだえっと今何歳だ、え待って、次高2だよね、そうだよね、まだまだ、そうだね、若いね本当に。でみゆみゆ、みゆみゆはね、私メール全員取ってるんですけど、研究生の中で一番なんか内容をすごい、なんか
ちょっと3日ぐらい全部見れないじゃないですか。3日ぐらい溜まっちゃうと、ミュウミュウのメールは本当に全部開いてる。今まで撮ってきた中で全部開いてるぐらい、本当に内容もすごい、なんかメールの内容もすごい見やすいっていうか、そう見ちゃう感じとか、あとショールームのね配信の仕方、なんか結構こっそり見てるんですけど、そうこすなんかね、しゃべってる声がすごいね綺麗だから、クリアだから、その配信で声だけ聞いててもすごい幸せになれるし、ひそひそ配信ね、そうそれすごい好きですそうなの。 TikTok もねめっちゃ可愛かったね、見てくださいね、ぜひ。はい、でまなちゃん、まなちゃんは本当に面白いの、本当に。なんか最初はそうクールな印象じゃなかった印象だったから、なんて言うんだろうな、どうやって喋りかけたらいいのかなとか、その思ってたんですよ、その最初の頃はね。だけどまなちゃんはね、本当にね面白い。なんかなんて言うの、なんかこの前一緒に収録したんですよね、いつだっけな、なんかバレンタインの時に、そう収録をした時に、テレビの収録あった時に、本当に面白いことだなと思ってそうなのNCV、 それ NCV 全然違った、本当に面白くて本当に大好き。だからよく公演とかでもその MC とかにも注目してほしいし、スタイルもめっちゃいいし超可愛いんで、ぜひ皆さん見てくださいで、マッシーはね、そうこのイベントをね始めるときにね、みなちゃんイベント頑張ってってね LINE くれたの、優しくない、めちゃめちゃ本当に嬉しい。本当にこの会えない期間も結構ねいろいろ LINE してて、そうそうそう、なんか年齢が一番研究生の中でも近いので、すごい話しやすいし、いや本当にね、なんかね勝手にね、なんかマシが年、まあ、ちょっとだけ年下なんですけど、本当にねなんかいつも逆に唯一相談してる、研究生の中で唯一相談相手ですっていう感じです。大事、本当に大好き、ラブです。でひのたんは本当に何でもできるなっていう印象かな。歌もできるしダンスもできるし、あとなんかこう、あ TikTok を始めるときにすっごいね、そうなんです、TikTok のやり方とかその編集とか全部ひのちゃんがそう分かりやすくしたやつとか教えてくれて、本当にね、歌うまいよ、本当にうますぎてで、はい、18分になったので、星投げのお時間を開始します。なので星を投げお願いします。星投げで、やひこちゃんは本当に可愛いよね、本当顔がねちっちゃいの、ちっちゃって毎回思うんだけど毎回ね思うんだよね、なんか会うたびにちっちゃと思って、そうでもほんとかわいいよね、ほんとかわいい。なんかそうなの、公演の時に楽屋の時は一番元気なのに、公演に立ってステージに立つとそう MC とかでも緊張してるところとかも伝わるんですけど、そういうところも含めてかわいいし、あとパフォーマンスはすっごいダントツですね、やっぱね、そう NCT の中でもダントツなので、本当に本当に
そうですね、ダンスにとってはトップオブトップって感じで、そうパフォーマンス、研究生のパフォーマンスとかをね上げてくれるようなね存在です。次は最後ですね、はるちゃんね。はるちゃんはあのどうしたかなこの文章みたいなね面白い文章をね送られてくるんですよ、メールでね。そういうのも含めて面白いし、あとなんかこの休みの間にねみやちゃんに会いたいですって言ってくれたんですけど、それを私に送ってくれたのかと思って喜んでたらまさかの全員に送ってたっていうミラクルなんですけど、でも本当に大好きです。はるちゃんはねすごいなんか無なんだっけ無 なんていうのあれ、もなんて言えばいいの、ノー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 みたいな、さクラスにさ一人盛り上がなんかいるだけで盛り上がる人のことなんて言うんだっけ、なんだっけ、それちょっとムードメーカー、それそれです、ムードメーカー、うん出てこなかった、それです、ムードメーカーですね完全にね。配信でフォローしてた、本当に本当に会いたいと思ってくれてた、嬉しい、ムードメーカー。2周目行くときは先に 5種類かける10個の星を投げてから行ってください。そうです、そっちの方が多分ポイントがたまるのかな確か、なんだっけそのシステム、でもなんかそんな感じだった気がする。だから2周目行くときは5種類かける10個の星投げお願いします。はい、ということで、そうそうだね、そうだね、だんだん分かってきたよ、分かってきたよっていうかつかめてきたかな。5ポイントだけど結構大きな差ですね、ポイントのロスは なくなると思うので、よろしくお願いします。33分までということで、えこのあそっかこの枠が30分なのね、なんですけど、ちょっと急いで、さっき時間ないなと思ったんで急いで好きなところ言っちゃったので、これからちょっと雑談タイムにしますシステムむずいよね、全部理解するのって大変だよね。けどまあなんかとりあえずそうですね、星の集めるタイミングと制限が解除されるとき、明日かな解除されるタイミングとかをちょっと、あ、そう明日のさタイムスケジュールなんかね、全部見てくれてる人の場合、連続で見てくれてる人の場合と、そうではない場合がね、場合でタイミングが変わってくるんですよね。それはどうしたらいいんだろう、どうやって書いたらいいんだろうかっていう気持ち。明日のタイムテーブルはとりあえずこんな感じ。まだちょっと書いて、まだちょっとこれスクショしてもらえたら、まだね途中なんですけど、ここからまたアドバイスとかいただいたらよろしくお願いします。ぶっ続けの人のことだけ考えれば一緒。いや、そうなんですよね。その続けて見てくれてる人のためにこう書いたりとかもしたいし、でもどっちも書くのってすごいごちゃごちゃになっちゃうかなと思うので、とりあえず基本は全部見てくれてる人で、あと途中から見に来てくれてる人もそうですね、あのぜひよろしくお願いします。逆にどっちも書いてる子なんていない。あ、本当そうなんだ了解です。明日は昼
朝昼夜で分かれてる。そうなの、朝は7時半から始まって2回配信あるんだけど10時までで、お昼は12時半ぐらいから1時までと、あ、ね、3、4回目の配信で全部で15時だから午後3時ちょい過ぎぐらいまでで、続いては3時間空いて夜の18時からは、まあまあまあ続けてぐらいかな、配信って感じですね、という感じです。とりあえず私が朝7時に起きるなんて奇跡だというコメントがあるんですけど、本当に奇跡です。でも6時45分には来てないとね。眠いね、眠くなっちゃうね今は大丈夫だけど、でも頑張ります。みなみの TikTok みたい。ちょっとできるかな、頑張ります。あ、確かにみゆみゆいつも朝配信してるもんね。朝みゆみゆに起こしてもらおうかな。確かにイベントがゴールデンウィークで本当に良かったです。なんか何もこの状況だからやることがないっていう方も、ゴールデンウィーク楽しみながらね一緒に配信できると思うので、よかったゴールデンウィークで。猫見せて、猫いないよ猫じゃなくてマロン、マロンはちょっと今ご飯食べたりするかもしれないです。本当楽しみだよって言ってくれてる人が本当に嬉しい、ありがとう。今日誕生日なんです、おめでとう。今日は5月4日、昨日ママの誕生日だから、その次の日ですね、おめでとう。今から星間に合いますか。え、全然お願いします。星投げてくれて嬉しいです。ありったけの星を投げに来てよ、ありがとう。でも本当に分かんなかったらそういう方でも全然大丈夫なので、本当に。それであとでもツイッターと連携していたらポイントになるので、ぜひお願いします。 NGT に入る前からあだ名かとみのだったんですか。いや全然そんなことない、入る前は全然そんなことない。50カウント完了、ありがとう。あと3、もうちょいか、2分と3分だ、5分ですね。ママの誕生日5月3日だったんですけど、誕生日の、12時にぴったりになったら、12時ぴったりにプレゼントを持って1階にこう行ってプレゼントを渡したら泣いて喜んでましたなんか泣いてました、サプライズ。あ、プレゼントね渡したのはね、ちょっと待って、プレゼントですね、あったー、これを、反射やばい。え、反射やばい、なんで画面暗くすればいいのか、いや暗すぎる、
え、違う。こんな化粧品をねプレゼントしました。化粧品じゃなくて美容液なんですけど、田中みな実さんがおすすめしてた美容液をプレゼントしました。はい、お母さんね、大事にしようね、大事に。っていう感じですね。あと3分だ、あと3分、あと3分一周しました。ありがとうございます。でもこれはそんなに、あ、でもちょっと高いかも。でも美容液って結構基本高いので、でもそうママにねプレゼントするなら年に1回なんで、ちょっとね、ちょっとだけね高いプレゼントをしました。2周できた。おー、ありがとうございます。あと3分、あと 2分ぐらい。え、今んとこうまくいってますか、配信どうかな。みゆみゆとはるちゃんの配信始まったみたい。あ、本当に。じゃあ次カウントできるタイミングでその二人の配信に行ってもらえたら、うまくいってる、よかった、ありがとうございます。2週完了、お、よかった。1日3時間の制限ありましたっけ。あ、そうなんです、1日3時間なので、そうなので細かく分けて、今日は20分と30分で分けて7回の配信になりました。星たくさんありがとう。そろそろ疲れてない、うん、確かにちょっとね、ちょっと疲れてきた。あと1分だ。お、え、さっきさ、さっき1分前に終わっちゃったんだよね。そう、間違えて、だから1分長めにした方がいいのかな、そういう場合。この枠でそういうことではないか。あ、大丈夫大丈夫大丈夫みたいです。早めでも大丈夫。あ、本当になら良かった。特に長くしなくて。なるほどね。コスプレ配信いいかな。え、そう思ってさ、コスプレしてる人のね、なんかコスプレしてる人の、そう、なんかあれなんだよね、コスプレをしようかなと思ってしてる人のやつとかいろいろ探してスクショとか。あ、やっぱりもう33分だ、してるんですけど、いいなったらします。ではまた、バイバーイ。次は21時4分から。